この度あなたのチャンネル登録者数が10万人に達成いたしましたこれはごく一部の YouTube クリエイターにしか達成できない目を見張るような成果です YouTube のユーザーは膨大な数に増えていきますが、えー、この10万人達成の意義をしっかり心に刻んでいただきたいと思います あなたのチャンネルには登録した人はすべてあなたの動画に心を動かされた人たちで元気づけられた人もいれば課題を見つけた人楽しませてもらった人もいるでしょう10万人という節目はまさに努力と粘り強さの賜物ですユーモアのセンスも良かったかもしれませんねその通りでございます。<laughs> これはまぐれもなくあなた自身の実績でこの実績とこれまでの努力を讃たたえ敬意を込めてささやかながだこの銀の再生ボタンを贈呈させていただきます。はい皆さんこんにちは G のアウトドアチャンネルはい冒頭にね読み上げた10万人に引き続きやっと20万人チャンネル登録者数20万人を達成いたしました。 ありがとうございますはい今回の動画は、えー、報告とお礼いう形で、えー、これといったね目新しい情報なんかね、えー、別に挙げていないんですけどもえー、っと動画を始めた経緯とかいつ頃から始めたかいうのをねちょっとね興味ある方はな全然興味ないわー。 70のジジイの話聞いても仕方ないいう方はね、スルーしてもらっても結構やねんけども、はいはい、ちょっとね、ちょっとこういう形で、えー、iPad でね、iPad mini でえー、っとね、2008年、一番上ね、この時に YouTube 登録、あのコメントとかする場合ね、登録してなかったらあれかな、コメントできんかったちゃうかな、ほんでね、えー、登録して、 もう10 10何年かな、で初めての初めての投稿いのかなそれがね2011年定年になってからちょっと定年旅行でね旅行した時のを上げてあのこれもね普通のコンパクトカメラそれの付録付属についてる、えー、動画機能。 それでね、初めてあげて「えー、結構きれいに撮れるんや」思ってそれからですわせやからあのビデオとかねそういう機会を持たずに、えー、っとカメラの一眼レフとか普通のカメラのね動画機能でずっと今もやってるんですけどもその時はねやっぱ、えー、家族の記録として自分の好きな音楽そういったものを BGM に使って あの一丁前に何、ね、かカッコつけて動画を作ってたんですけどもその時にちょっとね動画クリエイターとして仕事なさってる方にお会いしたいというかちょっとねあのメールいただいていろいろアドバイス頂い,いたんですわ今はねその方は東京の方に事務所をね事務所を構えて仕事なさってるんですけども、えー、当時はね関西におられたんでね何回かお会い,お会いして。 その人の動画の表現力を参考にしてたんですけどもまあねあのその当時は1本の動画上げるのに5本か6本ぐらい何回もね同じようなをね繰り返し繰り返しねここあかんなここあかんなってねあげてみなねわからん部分もあったんでねはい結局400ぐらい今はね上がってるんですけどもはい登録の方はね大体2016年で1万。 17年で2万で17年で4万だってで一番最初のね10万もらったんが18年そうあれそしてね去年2020年で17万まで行ってで今年ですわ今年あとね2021年何や0202になったんだはいはい。 はい、そんなんでね見てもらってる数は、えー、3410万回再生 <laughs> 3410万回再生はいはいそんな感じになってますはいそれでねあの今見してるのが冒頭で見してたやつですわ銀の盾10万の次がね100万10万でねじじいは何年やろ、えー、8年ぐらいかかったんかな まあ8年、まあ、まあ5年として、五年として次は100万。100万まで5年としたら何年かかるんやろう。うん、ざっと計算して20年、30年ぐらいかかるのかな。30年かかったら100超えてるっちゅうねん、もう。<laughs> もう、もうあれやね夢、夢ないな、こら。 ははい、はいこれは夢ないなその次はな1,000万やからねなんかよっぽどねすごいこと言ってうわあなったらなんか思われるんか知らんけどはいはいそんな話題もないしなもうじじいやしよぼよぼよぼよ,ぼよぼねしてるだけやしそんなね新しいこともやってないし。 はい、ただね若い子と若い子が、えー、なんかつながってじじいはね通過していくよりかじじいもなんかねみんなの中まで入れたらいいかなってね思ってるぐらいで、ね「努力は無駄になるのは続けないからだ」とかね言いますけどもあれですわ好きなことをやってるんでねまあ努力ってほと,ほとんどしてないんちゃうかな。 はいはい失敗してもそのうまいこといけへんかってもね編集しててパソコン触って写真撮ってしてんのがねやっぱ楽しいんで何ができないなーってねこれはできないあれはできないとかね理由を探して何でもせえへんよりかまあ楽しむことが一番じゃうかなまあそれでそれで70まで生きてきてんやけど。 まああれ現役時代はあのまあサラリーマンしてたんでいろいろ嫌なこともねいっぱいあったんですけどもまあ時間が経ってばそういうものは忘れてしまうしはいはいそんなんでね今回はお礼と報告はいそういった感じのね動画になってしまいましたけどもまあこれからも動ける間は。 えまだまだ、まあ、75ぐらいまではあれかなキャンプも行けるし動画も編集できると思うんでねよろしくお願いいたしますはいそんなんでね、えー、この後も週1ぐらいにね アップできるように、えー、頑張ってきます、えー。インスタの方もやってますんでね、そちらの方のフォローも今ね、二十二万二十三万ぐらいまでいってるのかな。あちゃうわ。<laughs> また大きいことと同じじいで早、はい間違いですよ。二万三千、二万二千やったかな。はい、それぐらいまでいってるんでね、そっちの方もよろしくお願いいたします。はい、次回はね、りょうになるのかな。よろしくお願いいたします。